どうも、ブヒケンです。さあ、本日は水曜日ですか。本日の、1959インパラちゃんのエアサス取り付けの作業をやっていきます。それでは、昨日から悩んでるとこですね。化粧板を作るんですが、ね、ここぐらいの面積になっちゃうんだよな。どうやってこうかな、困ってるんですよ正直。ちょっとここもう一回入ってみます。どうしましょうかね、この端っことか。こっちね、こっちなんかも特にだよな。困ったなって感じなんですよね正直。どうしよう。まあ困っててもしょうがない、これでもうやるしかないんだよな。本当はもうちょっとこっちへ寄せたいんですよ、このよし重いな、ここの継ぎ目。そうするとね、ちょっとバランスが悪くなるんだな。中央に合わせたいもんで、ここに合わせるんですよね。ギリギリになっちゃうんだ。そうするとんでこっちの方がちょっと出ちゃう感じになるんですよね。そうするしかないんですよね。でもちょっと考えましょうよ。今こういうやつをつけて、もうそのままフラットに引くのは不可能なので、ちょっと立ち上げて、そう、そこが出てるもんでね。ほんでこれ鉄だったら叩いてへこませられるんですよ。でもこれ FRP なんですよね。よいしょ、多分バコーンっていっちゃうんだろうな、これ叩いたら。なんで超ちょっと浮き上がっちゃうんだよな。でもこれにすると今ちょっとぐらいいいのか。ほんでこいつとこいつを溶接してやって、ここの立ち上がりも作っちゃって、本当の化粧板ですよね。ボロボロなのを隠すっていう感じ。そうするしかないかな。困ってます今。まあでもこうするしかないので、これで行くしかないな。ちょっと材料ももうないので、ちょっと注文しないとって感じですよね。もうちょっとこっちか、この位置、この位置を間違えちゃうと後で困っちゃうことになるので、よし、ちょっともう一回測ってみます。そうですね、こんな感じでパーツパーツを作って接合するしかないですね。化粧板もう浮かせる、しょうがないから。で今ここの材料分は頼んだので、まあ何日かしたら到着するでしょうから、そしたらここのサイズで貼り付けてっていう感じにするかな。なんで化粧板とステーがバラバラに取れるようにしとくので、それまでにもうステーの方は色を入れてもいいな。それで本当は接合しちゃってね、化粧板ごとベンってやろうと思ったんですけど、多分それだとね、いろんなこういう感じにフラットに作れないもんで、コンプレッサーのネジに、こいつとこいつを接合しちゃうとコンプレッサーのネジに手が届かないとか、多分差し込むこともまあまあ難しくなっちゃうんじゃないかな。バラバラに取れるようにしとけば、5箇所のネジを外せば両方とも単体で取れるようにしとくので、それでいくか。
なんかな、エアサス自体より こっちの方が手間かかるね、やっぱり。よいしょ、よしよし。それじゃあ印をして、接合を一回外して穴開けたりなんやかんやをやっていくか、では。さて、1956年シビートラックちゃん、これグリルがここにつく、その下の顎の部分ですね。でそれをこの立ち上がりの真ん中辺までちょっと一回切って、裏側もここの面までザクザクいくしかないので、ちょっとやってってみます。では、はい、今とりあえず前後ろを切って乗っけてみたんですが、ここがここにつくんですけどねオイルクーラーに当たっちゃいますね。うん、なんでここの中央部分も少々えぐって上げなければいけないということですね。そうだな、ほんのちょっとかな、1センチぐらいかな、2センチ。うん、ちょっと切ってみましょう。よし、こんな感じですね。まあまあえぐってなんとか感じかな。でこれきっちり止まるとこの位置になるので、フレームにはギリギリこれで干渉しないって感じですね。ボルトとかね、うん、そうか。だからバンパーが下の位置に、下がんなきゃならないから、フレームのここの部分が邪魔になるかもしれないな。まあやりながらやっていくしかないので、こんな感じでいきますか。よしよしよし、いいね、だんだんお顔ができてきたね。よしよしではこれもう一回あれですよ、あっちこっち切っちゃったので、錆止めを入れて、でサフを入れてきます。ついでなので、こっちの号泣ちゃんの化粧板サフ入れるとこまで今作っていくんですが、サフ、まあなんだっけ、ステーの部分だけね、それと一緒にやっちゃいましょう。うん、そんな感じにしよう。では